はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。こちらご覧ください。たくさんドラえもんがいます。ちなみに僕の T シャツもドラえもんですねということで今日はこちら、じゃじゃん、ハッピーセットドラえもん。知ってる方も多いかもしれませんが、今映画ドラえもんのび太の宝島が絶賛公開中となっております。ということでその映画にちなんだドラえもんのハッピーセットが登場したんですね。こちら期間限定で3月16日から全国のマクドナルドで発売されています。ちなみにこちら、これスゴロクなんですけど、土日限定でもらえる非常にレアなスゴロクなんですよ。もらってきました。で今回全部でおもちゃは6種類だそうです。でそのおもちゃ6種類揃えるべく、ほい、ハッピーセットドラえもん15個用意いたしました。今日はこれ全部開封して全種類揃えたいなと思います。まあ全6種類だからね、揃うか揃わないかまあ微妙なところだと思うんですけど、揃ったらいいね。ハッピーセットに関してはね、一切選べないでもう出てきたものをもらうしかないので、まあ本当に何が入ってるかは分かんないです。ということで何が入ってるのか非常に楽しみなんですが、まあここ見てもらうと分かるんですけどね、僕大のドラえもん好きでして結構ドラえもんグッズはね普段から買ってるんですよ。あ、ちなみにソファーにあるドラえもんはこのハッピーセットとは一切関係ありません。僕が個人的に好きで買ってるやつです。そう、もちもちドラえもんめっちゃ可愛いんですよ。でいっぱいあるんでヒカキンにもあげたりしてるんですけど、そう、そんな大好きなドラえもんなんでね、まあ何が出ても嬉しいですけど、まあできればね超レアなんでこれ全種類揃えたいよね。まだ映画見に行けてないのでちょっとストーリーとかわかんないんですけど、まあその映画にちなんだものがねきっと入ってるんだと思うんですよね。なんだろうね。これから開けていくんですが、その前にちょっとね箱とかもすごくいいのでちょっとお見せしたいと思います。はい、こちらが今回のハッピーセットの箱なんですけど、非常にいいですよね。すごい可愛らしいデザインになってますね。はい、こんな感じです。なりきりキャプテンハットだったかな、その帽子をかぶったドラえもんが描かれていますね。で裏はこれ何かなと思ったんですけど、迷路になってるんですよ。これここのび太、しずかちゃん、ジャイアン、スネオ4人いるんですけど、まあこれ自分の好きなとこからスタートするわけですよね。例えばじゃ あのび太からこうスタートして、まあこう迷路行くわけじゃないですか。最後宝箱にたどり着けるのはどれかなっていうことなんですよね。でこの箱なんですけど、これ多分ね外れんだよね、これ。はい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 、はい、するとこういう感じでね立体的になります。でここもこういう風に立体的にね立ち上げることができます。でこちらが17日18日土日限定でもらえたスゴロクです。 Not for sale ということで非売品です。これレアだよね。開くとこんな感じのスゴロクになってるんですね。これはレアだね。ゲットした人もいるんじゃないでしょうか。さあそれでは全種類コンプリート目指して開けていきたいと思います。まずは一つ目、何が出るかな。おお、なんかいきなりいいの出たけど。はい、一つ目はこちら。こちらは海賊船水鉄砲ですね。めちゃめちゃいいじゃんこれ。ハッピーセットでこれもらえんのっていうぐらいクオリティ高いんですけど、これいいね。でどうやって水鉄砲、あーこういうこと、こういう感じか。これでこう水を押し出すのね。この正面の部分ですね、こことここと、あとここか、この3箇所から水がこう出るみたいですね。ここでこうすればいいんでしょ多分。それでは水鉄砲やってみます。こう吸って、はい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 、なるほど、こんな感じか。あーなんか横にも飛ぶからめっちゃ濡れんだけどこれ。おっつ、やばいやばい。部屋がびちょびちょになるのでお風呂場とかでやってください。さあ二つ目です。二つ目は何が出るかな。おお、いいの出るねもしかしたら全体的に結構いいやつかもしれない。これはこちらは放て空気砲ということで、空気砲かこれね。海賊みたいな格好してますけど、まあ、空気砲なんだね。こんなのが入ってました。これ飛ばせんのもしかして。ここですね、空気砲のところに穴が開いてるので、ここにこれをこうセットとして、これで後ろのボタンを押してみます。せーのなかなかシュールな感じですけど結構飛びます。発射、これが空気ってことね。クオリティ高いです。さあ3つ目、さあ違うの出るかな。お、あーかぶりましたね、空気砲のドラえもんです。はい、4つ目です。さあ4つ目は何が出るんでしょうか。おっ、
来ました、来ました。一個一個ね、こういう説明書がちゃんと入ってるんですけど、これ読むとチャレンジドラえもんクイズということで、5枚のカードにはクイズが書いてあるよ、答えを考えてみてね。これだ、一緒にカードが入ってるんですね。こんな感じで5枚カードが入ってますね。あー、これ結構すごいかも。これ1枚1枚まあクイズが書いてあるんですよ。三択クイズですかね。でこれの答えを考えて、ここにこれを差し込むと多分ここで答えが分かるんじゃない。これすごいね。試しに一つやってみますか。ドラえもんが好きな食べ物はドラ焼きですが、ドラミちゃんの好きな食べ物はということで、1番プリン、2番パンケーキ、3番メロンパンということで、ドラミちゃんなんてメロンパンですよね。じゃあこれ差し込んでみます。せーの、ほい。おお、すげえ、出るのか。こういう風に絵が、ここに答えが出てますね。3番メロンパンです。合ってました。ちょっとこう角度変えると見えますかね。メロンパンの絵が書いてあって3番って書いてありますね。すごいねこれ。まああんまりやっちゃうとね、ネタバレになっちゃうんで、まあこれだけにしておきます。それでは5個目です。5個目は何が売ってますか。おっと、かぶりましたね。ドラえもんクイズ、クイズ2個目ゲット。はい、6個目。はい、あー結構かぶるな。船2個目ですね。はい、7個目です。いきます。さあ7個目は、お、なんか違う形してますよこれ。何ですか。おお、すごい。はい、7個目はこちらが出ました。これは宝探しマグネット迷路ということで、迷路か。あー、宝島だから迷路になってるわけね。ここに銀の玉が入ってますね。この玉を動かして宝箱までたどり着けるかなっていう迷路ですね。これすごいね、クオリティ高いな。まあこの本体のね、こう角度を変えれば確かに動くんですけど、なんとね、すごいのがこれ、これが磁石になってるみたいで、この玉がくっついてくるみたいなんですよね。つまりこういうことでしょ。こうやって動かすのか。うお、すごい、すごいねこれ。どっちかというと向きこうでしたね。ドラえもんが逆さになってたもんね。よし、それでは実際にやってみましょう。ここドラえもんのこっち側がスタートですね。ここからスタートで玉をこうくっつけてね、こう来て、で、こっちに行って、こうかな。こっちに来て、はい、最後ここで、宝箱ゲットってな感じですね。こちらで8個目なんですけど、今んところ4種類出てます。だから残り2種類ですね。いける気がしてる。いきます。お、これは？なんだ？はい！おー、違うの来るね。いいね。はい、まあこんな感じなんですけど、これを、こう組み合わせるみたいね。これをこう立てて、これはね、ドラえもんが船に乗ってるんですね。で反対側はこうです。で横から見るとこんな感じなんですよね。でこれをここにセットするのかな。こうですかね。はい、傾いた。あ、こういうこと。あ、こういう風に、はい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 、なるほどなるほど、こういう風に転がるわけね。はいはいはい、転がっております。いや、沈没しちまうだろうってやつなんですけどね、これ結構ね、スムーズに転がりますね。左右に揺らして遊ぼうということなんですよね。こういうことですね。はいはいはい、はい、これが波乗り海賊船です。それでは9個目。これは、あー、これは船かな、やっぱりね、船でした。さあ10個目です。これは、あー、これは波乗り海賊船、これ2個目ですね。さあ残り5個です。5個以内にラスト1個が出るかどうかですね。頼みますよ。さあ何でしょうか。あー、丸っこいけど、なんだろうこれは。はい、うわー、いいんだけど被りますね。はい、これドラえもんクイズですね。さあ12個目です。12個目、ほい。あー、まあでもこれいいけどね。迷路2個目ゲットです。はい、13個目。これは波乗りっぽいなー、やっぱりね。はい、波乗り海賊船3つ目です。はい、14個目いきます。さあ、おっ、おっ、これは触ってない感覚だぞ。これはこれは何ですか。おお、すごい、きたー、きましたきました。これはもう誰がどう見てもどこでもドアですね。めっちゃわかりやすくてよかったよ。いやー、これはいいねー。開くんじゃないのこれ。おお、あ、すごい、中に絵が入ってて、あれ、なんかこれ角度によって変わるんじゃないこれ。はあ、すごいすごい、中の絵が変わる。これとこれ、のび太の部屋だね。はあ、すごいねこれ。お、めっちゃいいじゃんこれ。でさらにこれも入ってました。これシールですね。今回の映画デザインのシールかな。でこちらが背景ですね。これがね、両面印刷されてます。でまあこれどこでもいいと思うんですけど、好きなようにこちらのシールを貼って、でこのどこでもだの上の部分ですね、ここに隙間があるんで、ここにこう入れられるわけなんですよね。あー、こう入れんのね。
すると、あー、こういう風になるわけだ。なるほどね。どこでもドアだから、これ閉じてで開くと戻ってるみたいなね。どこでもドアだね。はい、今シール貼ってみました。いきますよ、オープン。はい、まあ、僕なりにねシール貼ってみたんですけど、すごくいいねこれ。はい、ドラえもんと仲間たちがいます。ということで、このどこでもドアでもう全種類揃いました。ありがとう。で、あと1個あるんで一応開けます。ほい最後は船でしたね。はい、ということでこんな感じで今回全6種類ゲットできました。個人的にはどこでもドアいいですね。今回1個しか出なかったからね、もしかしたらレアなのかもしれません。あとね、この迷路もすごくいいなと思いました。これが磁石になってるってのがいいよね。まあでもね、今回に関してはどれもクオリティ高いので、まあドラえもん好きの方だったらどれが当たっても嬉しいと思いますね。はーい、ということで今回のハッピーセットに関してはドラえもん好きの方であれば買ってみても損はないかと思います。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。倒れ